最強ビール最強つまみ、イエイイエイイエイ、11時、イエイイエイ。疲れた、今日も疲れた。皆様今日もお疲れ様です。お仕事お疲れ様です。今日はこちら、札幌ポテトバーベキュー味ジャンボ唐揚げ醤油ダレ味、見た目うまそうだったら買いました。そして、エビバター味、大人のポテト。だから近頃やっぱりポテト多いね。で、今日は、もっちり食感ベーコンポテトからいこうかな。どっちがいいかな、マーガリンバターロール、どちらでもいいけど温めようか。ちょっとだけ、ね、オーブントースター、オーブントースター、いや、ちょっと温めればいいやつ。その辺で、つけだれ、これつけだれです。オマールエビのビスク、昨日食べたのとはまた別のビスク。なんでセブン2種類売ってんだろう、わからん、それはわからん。パッケージングの違いかな。2分45秒、2分45秒、あっつ。で、今のオマールエビのビスクに、こちらのパンをつけて食うと。その予定になっております。でもパンはたくさんあるんで、もう早速食べます。うめえうめえうめえわ、セブンはうめえな、文句なしでうめえ、ふわふわ。そして絶対うまいだろうから買ったプラチナロング缶、絶対うめえわこれ、見た目や、見た目がうまそうなの、こんなん買うに決まってるわ。うめいやー、うめ、あのね、水みたいなやつ、やっぱ自分好きなのはね、苦くないの好きなんだ。ビールが苦くない、もう水道水でも飲んでよっていう感じなんだ。苦くねえビールはビールじゃねえんだけど、うめえんだよ。うん、ビールとパン、今日はビールとパンです。これね、うめえわ、もっちり食感ベーコンポテト、うめえ。うん、本当にセブンのパンうめえわ。本当にこれとこれだけでいける。うん、これだけで最強つまみだ。終わり。うん、まっ、これもう一回買って飲むレベル。
さあ、オマール海老のビスクにパンをつけて食べます。そのための商品、オマール海老のビスクという名の、そのための商品、パンにつけて食べられるための商品。決してこのオマール海老のビスクのスープで茶碗蒸しを作ろうなんて思っちゃいけない。台無しだった昨日。うん、うまいね、濃厚。うん、飲みます。できたパン、下パンしといて、これをいくと。これをいく。吸わせるだけ吸わせといていく。なんかちょっと焼いた方がいいらしいね、パン。うん。うまっ。もうふわふわなの、パンが。うん。合う。究極だわ。究極のパン料理。オマール海老のビスクドリップパン。うん。こうふわふわがまたいい。そしてマーガリンバターロール。これマーガリン入ってない方がいいんですけど、マーガリン入ってないのなかったんで買いました、これを。うん、こんな感じ。さあ味比べ。うん、結論から言って、これそうでもない。うん、中のバーガリンが邪魔するというよりかは、うん、まあ、邪魔しなくもないんだけど。ビスクとの相性はそうでもない。うん。これに、ビール。うまっ。薄味でうまいんだよ。もう元も子もないんだけど、薄味でうまいの。ビールは薄味でいいんだ、自分は。苦くなくていい。やっぱこっちの方がうまい。このパンの方、パンつけた方がうまい。このパンね、マジふわふわだの。ふわふわ。うん。弾力がすごい。うん、このふわふわ食感のままつけパンが味わえる。
これなかなかない。これ正解、これはこの組み合わせ正解。うまっ。最後の1個、これおすすめです。もっちり食感ベーコンポテトとオマールエビのビスク。これオマールエビのビスクはセブンイレブンに2種類売ってますけど、どっちも同じ味です。同じ味じゃないかもしれないけど、どっちも同じ味です。違うかな、違うのかな、何が違うんだろう。まあ昨日のビスクはチャームシにしたか分かんねえよ。今日はこのビスクをチャームシにはしません。そのまま飲みます。うまい。昨日のビスク何？何がどう違うんだ？うまみ引き立つオマールエビのビスク。ここがオマールエビソース、アメリカンソース、野菜ペースト、クリーム。牛乳とかか。セロリとか入ってんだ。いや入ってるわこっちにも。同じや。違いないわ。パプリカ、パプリカ入ってない。あ、意外に違う。へえ、それだけ？パプリカ以外。昨日食べたのにはパプリカ入ってる。今日食べたのには、今食べてるのにはパプリカ入ってない以上。野菜ペーストに牛脂、ニンニク。あ、こっちはニンニクが入ってる。昨日食べた方には入ってない。やっぱ違いますね。でもその他って書いてあるから、その他の中にそれが入ってるかもしれない。これ違い教えてほしいよ。2種類食べたけど、このまま飲むのもったいない。もったいないけど飲もう。いや、このね、マーガリンロールが意外にダメだった。というよりも、このもっちり食感ベーコンポテトがうますぎたわ。さすが、さすが。それでもつけパンで食う。つけパンうまい。でもダメだな。ダメだ。これはね、おすすめ。マジでおすすめ。さあ、明日も頑張って仕事するか。
明日も頑張って仕事するか。ジャンボ、ジャンボ、つけスナックします。つけスナック、つけスナック、ビスクつけスナック、うん、これよ、ジャンク。これね、サクサク感がマジでなくなる。サクサク感ゼロになる。ネジ機も終わったし、感動の最終回だったな、ネジ機。うん、ネジ機全部見た気がする。ネジ機の中毒性は、ポポロと比べたらそうでもない。うん。自分はポポロの方がおもろい。ネジ機は運要素が強すぎる。うん。まあでもね、ネジ機よりもポポロの方が運で。なんとかクリアした感はあった。あの辺がね、面白いよね。うん。ポポロはマジで運だったわ。うん、ポポロはやっぱ面白いわ。飢餓と戦ったりするから、今日ちょうどパン食ってたから、そのポポロの話なんですけど、飢餓にまつわるエピソードがね、本当にね、ちりばめられてるというか、うん、どんなにアイテムが良くてもパンがなかったら死ぬみたいな。やっぱその飢餓との戦いがポポロはすごく面白いんだよな。切迫してる。ネジキは理不尽な死が多すぎるんだよね。
触れ身なしで死ぬことが多すぎる。うん、まあだからこそ面白いっていうのはあるね。敵型でクレセリア出てきた時の負け格半端ない。なんかねじき総括で一回枠取ってほしいな。誰が加藤のポケモンとして優秀だったかとか、クレセリアの敵と味方でどれだけ違いがあったかとか、それ多分総括したら面白いと思う。うん、あー、また今日の夕飯はこれで終わり。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回の最強ビール最強つまみもよろしくお願いします。失礼します。